いやー、やっと今、ポーランド大会終わりましたよね。もう全部見ましたよ、僕。一番最初にね、ヤーナ・クボスクカっていう選手で、61.62でしたけどね、衣装はなんかパッパッパーって羽がついてる衣装で、結構印象残って、まあ結構音楽も良かったかなと思うんですけどね。はい。で、次に滑った選手が、ボスニア・ヘルツェゴビナの選手で、まあ、この選手も、まあ、結構いい曲を使っていたかなって、結構印象残りましたね。67.79でしたね。で、エジプトのハーナ・ダービスっていう選手、僕、ファンになっちゃいました。カンフーピアノをね、使ってて、まあ、恰幅が非常に大きい選手なんですけど、まあ、ショートの時から非常にチャーミングだなと思っていて、まあ、得点は62.58ですけど、まあ、そんなの関係ないですね。もう本当ファンになっちゃった。本当に沼落ちですね。コリオシークエンスのところも非常に大きくて、スピンも大きくて、なんか、笑顔が素敵ですね。心からの滑ってんのかなっていうか、ちょっと伝わってくるんで、愛が伝わったんで、そういう感じでね、ちょっと好きですね。カンフーピアノってね、紀平さんが昔使ってましたけどね。はい、もうこんな感じで感想を書きまくってますよ。スペインの、セリア選手がエクソジェネシス交響曲でトリプルトーループを挑戦してきましたね。91.85でしたよ。クロアチアのネビア選手が、ハレルーヤ、ハレルーヤの男バージョンから女バージョンのボーカルに変わったりとかしてました。トリプルループにチャレンジしてましたね。アラベスクのコレオシークエンス、柔らかって思いましたね。80.79です。ハンガリーのニコドバ選手が赤と黒と金の衣装で、ボーカルがなんか、ウェイヤー、ウェイヤー、ウェイヤーってなんか言ってて、メッセージを伝えていたかなと思ったので、聞き取れなかったですね。85.85。アジア調の曲使ってましたね。で、次もオーストリアのフローラ・シルラもアジア調の曲で使ってましたね。紫色の衣装で、こういう感じの衣装で、94.94で、この時点でトップいたしましたよ。インドネシアのサビカ選手なんですけど、以前安藤美姫さんがインドネシアに行って、ネプチューンかなんかの番組で教えてましたね。You must go home。ね。なんかあくびした選手とは違いますけど、なんか怒られてましたね。あの選手はないかと思うんですけどね。You must go home。やってましたね。まあ、そんな感じでなんか、ね、でも多分この選手じゃないと思いますけど、ね、でもなんかそういう選手たちがなんかこうね、世界の舞台で活躍するってなると、やっぱ安藤さんも嬉しいんじゃないかと思いましたよね。でも最後下を向いちゃったんですよね。だからちょっと、まあ、いい演技だったかなとは思うんですけど、ちょっとそういったところがちょっとね、がっかりしちゃった部分があったと思うんで、本人としては満足いってなかったのかなっていう感じはやっぱありましたけどね。フィンランドのソフィア選手が、ボアラ、ボアラ、ボアラ、ラララララ、タララ、タララっていうね、宮川聡子さんが、最近アイスで滑ったと思うんですよ。アメリカのアイスでね。あとは、ペトロシアンっていうロシアの選手が確か使ってたと思うんですけどね。ただ、フラフラになっちゃいましたね。ダブルダブルのコンビネーションがうまくいかずに73.34ポイントです。エストニアのオレーサ選手が水色の魅惑的な曲を使ってましたが、トリプルサルコー、トリプルサルコーとか言ってて、おおとかなってますね。でもダブルアクセルもったいなかったですね。トリプルルッツもやってまして、まあ、結構前半の選手たちではあんま難しいジャンプはやんない中で、ね、難しいジャンプやったりして、おおとか、96.84で一気にトップに立ったんですけどね。アルゼンチンのソフィア選手が青い衣装でね、やってまして、98.51でしたね。ニューシティのパラダイスの曲を使ってたと思います。地元ポーランドのローラ選手が、ロミオとジュリエットで、綺麗な振り付けでしたね、彼女ね。90.52、ちょっと最後の方苦しめられたかなと思いますよ。ハンガリーのカンティカ選手が100点を超えました。103.57ポイントですね。キャンドルスピンとか言ってましたよ。で、曲がね、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番を使ってました。多分、真央ちゃんと同じバージョンだと思いますよね。100点を、超えてくるわけですね、ここで。次、スウェーデンの、ミランダ選手ですね。ラ・ミゼラブル。
I dream the dream。ララ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 ラ。歌いましたね、僕ね。なんていうのかな、フィギュアスケートの魅力って、歌ったり口ずさみながらこうできるっていうのも素敵なスポーツだなってやっぱ思いますね。その中で、うおーとかね、マジかよとかね、ね、ちょっと頭ぶつけながらね、やるんですけどね。そんな感じで興奮するんですけどね。でも、このスウェーデンのね、選手は花丸も僕つけてるんで、ちょっと良かったのかなっていう感じがありますね。トリプルサーク、ワーオーと書いてますね。感情とかもこうやってメモしてます、僕は。そんな感じで歌ったりね、してましたけどね。スロベニアの、ジュリアスロ、ね、ジュリア選手がね、トリプルループ、っていう感じ。トリプルループとかチャレンジしてますけどね。そうそう、116.53。オランダのエミリア選手知ってます。そう、彼女ね、この選手、エミリア選手は、メッケルンのリンクね、たまに来てるんですよ。で、なぜかっていうと、オランダのリンクって、夏になると、閉鎖されるリンクがあるんですよ。閉まっちゃう、夏になると。で、その間だけね、来てもらって、この先生、僕知ってて、多分話したことは何かあるかな。あったと思うんですよね。で、結構インパクトがあって、黒い髪型のなんか、魔女っぽい感じなんですけどね。そうそうそう。でね、トゥルドゥトゥトゥトゥってね、海賊使って、これね、昔僕も使ったんで、好きな曲なんですよ。親近感もあったりしてね。で、彼女はいい演技だったんですけど、ただ、先生はちょっと、この、っていう顔をしたんで、ちょっと怒ってんのかっていう感じでしたけど、オーストラリアのシエンネ選手が、最後に、送電の曲に合わせて、一番最後の最後、ダブルアクセル、ダブルトーループ、ダブルループを決めました。測定を、やりましたね。114.03ですね。結構インパクト残ったかなと思います。メキシコのアンドレア選手が、ピアノレッスンの美しい調べを見せてですね、滑ってたと思いますよ。コレオシークエンスは素晴らしかったですね。美しかった。ただね、最後ね、ちょっとフライングキャメルでスピンで転んでしまったりとかあったんで、そこが残念でしたね。表情もあっちゃってね、こうがっくりっていうね、顔をしてて、なりますよね。だって一番最後の最後でそうなっちゃうんで、わあ、あれ決まってればなってね、気持ちちょっとやっぱわかるっていうかね。トルコのアンナ・デニス選手が水色の衣装で、星の衣装で来てましたね。ダブルアクセル決まって、キックってね、やってましたね。そんな感じでね、やってました。ちょっと、思わず声で。でもなんか、切なさがたっぷりで、曲がね、いまいちちょっと、あれでしたけどね、切なさが、切ない、悲しい感じがあったかな。98.18。アゼルバイジャンのサビーナ選手、ね、なんか、こんなやつ最初ね、一番始まる前に、こう、準備に余念がないですね。こんな感じで。で、こんな感じだったりとかして、なんか、ね、曲始まる前になんかそのね、やってましたからね。103点。で、曲が、なんか、あれおれ、あれおーとか、後半言ってて、なんかね、最初、アランフィス協奏曲だったんですけど、曲が変わったんですよね。そんな感じだったと思います。103.62。デンマークのアンナ・フローラ・ジェスピンっていう選手が素敵でしたね。このね、なんかフィギュアスケートの、その美しい、こう、私、美しい空間をこう、堪能したいのよ、私っていうね。私は美しい空間にいたいのよって言わんばかりの、そういうね、デンマークのアンナ・フローラ・ジェスビンね。もうフローラって感じですね。花の中にいる感じがするプログラムでしたよ。で、ラフマニノフピアノ協奏曲第2番を使っていて、で、この選手は、高橋大輔選手が2005、6年のに使ったバージョンに近い曲を使ってたと思いますよ。懐かしいとかって思いながらね。そんな感じでね。105.50。ポーランドのビクトリカ選手が、ビゼのカルメン使ってましたね。途中でアルルの女に変わってましたけどね。106.53ポイント。トリプルフリップ、ダブルフリップっていう難しいジャンプ決まってて、ちょっと初とかって書いてますね。これは、今大会の中でね。香港のチョルウェングが、トッカータのフーガで101.81でしたね。アルゼンチンのセシリア選手がラ・ミゼラブル。やってましたね。この選手も。アイドリーム・ダ・ドリームかな。赤い衣装な感じ。112.96。表情良かったかなっていう感じがあったんですけど、スイスのエリーナ・プルーズ選手がね、黄金の衣装で悲しげでしたけど、ライオンキングでしたね。島田萌ちゃんとか樋口真子ちゃんのライオンキングとはちょっと違うバージョンのライオンキングを使ってたかなと思うんですけどね。
これをシークエンスの野生風のある動きとかね、結構あったんで、118.17 ポイントでしたね。台湾の選手でサディ・ウェングっていう選手いましたね。トリプルサルコー、ダブルアクセル良かったと思いますよ。もう彼女はね、スマイルが素敵。終わった後も非常に表情が良かったですね。解説者もワンダフルスマイルって言ってましたね。120.22ポイントでしたね。イギリスのアレクサー・セベリンが紫色の衣装でロシア風の曲を使ってました。まあ、ダブルが多くてミスも多かったですが、116.36ポイントでしたね。ラトビアのコンガ、すごかった。僕好きなんですよね、結構。コンガはね、そうですね、今回はネバーイナフ、僕好きな曲、ネバーネバートゥルルルネバーネバーっていうね、曲で、舞ちゃんが使ってたやつなんですよ。まあ結構好きなんですよ、これ。でもね、まあグレイティスショーマンのサウンドトラックの、曲を使ってて、衣装がね、この軍服っぽい衣装でしたね。彼女はラトビアのコンガはですね、ジャンプは結構自信があるんですが、スピードが遅くなっちゃうと思うんですよね。で、今回はトリプルルッツがシングルになってましたけど、でもまあ、ダブルアクセルトリプルと非常に大きかったし、良かったかなと僕は思いますよね。131.43で、これ一気にトップに立ちますね。ドイツの、ユリア・グラボブスキっていう選手がオーソドックスな滑りでしたね。ただ表情は最後良かったし、笑顔も出ていたんで、まあ、最後先生にこうやってやったりとかして、結構満足だったんじゃないかなっていう、133.54。チェコのバーボラ・グランクコバ、青い服で、ピアノの曲でしたね。トリプルサルコー、ダブルアクセル、見事に決めて139.49で、ここでトップに立った。質も非常に良かったと思うんですよね。まあ、両手を上げたトリプルループとかもやってましたよね。ポーランドのノエル・ストレンディが、素晴らしかったですね。結構いろんなマークをつけてます。ここまでで1番であったりとか、すごいとかね、レベチとか書いてますね。結構僕はこの選手良かったかなと思っていて、ダブルアクセルトリプルトーム、トリプルルッツダブルトーム、花丸をつけてますよね。結構だから、僕はそういう感想をね、持ってるんじゃないかなっていう感じがありましたけどもね。空気が変わりましたね、彼女の演技。でも点数が142.33だったんで、ちょっと今一つ出なかったかなっていう感じはあったんですけどね。次、フィリピンのソフィア・フランクっていう選手ですね。フィリピンはやっぱりそこまで強い選手がいない中ですね。でもトリプルルッツ、2本中1本はなんとか決めたかなっていうのはありますね。全体的にジャンプはミスがなかったと思います。で、曲は One Day I Will Fly Away っていう曲を使ってて、142.75で、この時点でトップですよね。すごかったですよ、だからね。このフィリピンの選手をちょっと応援しちゃいたくなっちゃう選手なんですけどね。ノルウェーのミア・カロリン・リザ・ゴメスっていう選手ですね。ウルトラマン風の衣装を着てましたね。こっちがなんか赤と黒の感じで、赤と青か。まあ、そんな感じでしたね。かっこいいプログラムでしたよ。イタリアのアンナ選手がビバルディの指揮を演じてました。黒い衣装でしたね。ビバルディの指揮っていうと白っぽい衣装が多いからね、黒い衣装を着てましたね。彼女は何せジャンプが高さがありました。だからダブルなっても高い加点がついたりとかあったんですけど、ルッツで転倒とかあったんですよね。結構激しい転倒でしたが、でも PCS が50点超えたんで、やっぱ点数は高かったかなっていう感じですね。エストニアのナタリー・ラングバーが黄色い衣装でキルビリやってましたね。で、トリプルループ、トリプルフリップが手を上げてましたけど、彼女はね、大泣きしちゃったんですよ。最後のジャンプで、まあ、ミスが続いて、まあ、トリプルルッツで激しく転倒して、まあ、その後もその流れでね、トリプルフリップも転倒しちゃって、まあ、大泣きっていう感じになっちゃってですね。キスアンドクライでもかなり悔しい感じで、でしたね。アメリカの、ローガン・チェーン選手が楽しそうでしたね、一方で。ただ彼女ね、同じく最後のジャンプで、ループジャンプで激しく転倒、フリップでも転倒してですね。あれでしたけどね、143.97ポイントでした。彼女007の曲使ってて、まあ、これから結構楽しみな選手かなと思うんですけどね。
はい、で今回良かった選手の1人なんですが、ジョセフィン・ディー選手も結構いろんなマークつけてまして、花丸マークとかもつけてるし、ノーミス8とかも書いてありますね。まあ、結構回転も足りない部分は、でも技術点61.74点持ってきてますよね。うん、このジョセフィン・ディー良かったですね。カロビナ・ブラナで滑ってましたね。うん、赤黒衣装でね、まあ、トリプルフリップ、トリプルトーとかも決まっていたんで、結構印象は残ったかなっていう感じですね。ハンガリーのポリーナ選手が、トゥーランドットを使ってましたね。赤い衣装で、スケートは非常に良かったんですが、ジャンプがちょっとところどころミスがあったんで、うん、ちょっと156.16でね、でしたね。はい。はい、まあ、そんな感じで、この選手、この選手。皆さん見ました。カナダのカラユンっていう選手ですね。この選手ね、カナダはあんまりやっぱ強い選手がね、あんまりいないんですけど、まあ、そんな中ね、まあ、次のスター候補かなと僕思っていて、まあ、この選手が上手くなってきたら結構ポテンシャルが大きいかなと思いますね。カナダのカラユンっていう選手なんですけど、まあ、トリプルもルッツトを持ってきてますし、うん、後半もトリプルフリップ、ダブルトー、ダブルループ決まってますよね。トリプルルッツもすごかったんで、結構ポテンシャルが大きいかなと思ってますね。まあ、ちょこちょこミスはあったし、サルコージャンプで転倒とかもあったんで、まあ、それで166点持ってきてますので、まあ、結構うまくいけばもっと高い点は出ますんで、まあ、ポテンシャルが大きい選手かなとは感じましたね。はい。はい。そして次、アメリカの、クララセオっていう選手ですね。この選手もね、結構僕マークしてますけど、非常に良かったですね。アリサ・リュウ選手みたいな感じのスケールが大きいスケートをするタイプの選手で、特にフライングキャメルスピンかっこいいですね。うん。で、決まったジャンプもトリプルフリップもトリプルサルコも花丸ですし、非常にこう、やっぱエッジワークの力強さと軽やかさが本当に素晴らしいかなと僕は思いますね。このクララセオは、まあ結構うまくいけばいいんですけど、結構崩れる時もあるんで、まあ、そこは心配ですけどね。まあでもこの選手結構僕は好きですよね。うん。特に後半のトリプルルッツ、ダブルトーのトリプルルッツは助走が結構なくてバーンって飛んだんで、結構かっこよかったかなと思いますよね。うん。はい。そしてね、次ね、フィンランドの選手なんですけど、このリーダーなんとかっていう選手が本当に良かったですね。うん、このフィンランドの選手って、フィンランドは、まあ、キーラ・コルピとか、ラーラ・レピストとか昔いたんですけど、あんまりこう強い選手が出てこなかったんですよ。まあ、そんな中で、このフィンランドの選手ですね、まあ、結構、まあ、フィンランドの、あれ、やばくちょっと フィンランドの星かなと思ってて、まあ、結構いい演技だったかなと思いますね。まず、ジャンプはノーミスですね。うん。多分、ジャンプはノーミスですよね。うん。なんかこう、表情のアクトですみたいな感じがしますね。うん。はい。ファンキーな感じがあって、まあ、そんな中にこう美しさが、なんかファンキーっていう感じなんだけど美しいみたいな、こうまた違った魅力を持ってる選手かなと思っていて、まあ、今、ね、ヨーロッパはベルギーのヘンドリックスが強いですし、まあ、これからポーランドのクラコワちゃんとかね、それからグルジアの、ね、クバコワさんとか多分強いかなと思うんです。その次あたりかな、に次の世代あたりにこのフィンランドのリーダーっていう選手が結構来そうな気がするんで、うん、まあ、結構ね、僕は楽しみにしていこうと思ってますね。はい。次、韓国のイースーハン、どうしちゃったんだろう。うん、どうしちゃったんでしょうかね、イースーハン選手ね。曲がなんかね、トゥットゥルトゥットゥットゥルルーっていう感じの、こうコンドルが飛んでいくみたいな感じの曲だったんですよね。なんかアルゼンチン曲みたいな曲だったのかな。木琴の曲入ってましたね。でも、途中でなんか、あ、この曲知ってるってなって、トゥルソーの曲じゃんみたいな。うん。トゥルソーがね、ショートプログラムで昨シーズン使ってた曲ですよね、これね。あ、この曲知ってるみたいになって。うん。でもちょっと、ルッツジャンプで後半激しく転倒してからのトリプルサルコーも激しく転倒したんで、まあ、悪夢になっちゃいましたね、彼女ね。ちょっとびっくりしましたね。156.66で順位をかなり落としちゃったんで、まあ、意外なね、感じがありましたね。はい。SS のキミー・レポンド、良かったですね。うん。まあ、彼女は前回大会から沼落ちしてるんですけどね。まあ、何せカロリーナ・コーストナーのような感じの滑りでね。うん。曲はエクソジェニ、最初にエクソジェニシスかっていう感じで、もうその曲はちょっと、ジェレミー・アボット以外使わないでくれっていうふうに思っちゃうんですが、まあ、それはちょっと置いときまして。ただ、後半の方曲が変わるんですよね。
結構雰囲気が変わるんで、まあ、結構そういったところ良かったかなと思うんですけど、彼女はジャンプ降りた後のね、こうな追ずるとかね、それシュッてやったりとかね、まあ、それからトリプルルッツ飛ぶときに、こういう感じですよね、こういう感じ。トリプルルッツ飛ぶ前、こういう感じ。おしゃれですね。おしゃれ。彼女は本当おしゃれですよ、キミリ・レポンズは。レポンズは。なんで、大好きな選手ですね。彼女も、このフィンランドのリーダー選手とともにですね、今後、欧州のスター候補になってくるんで、まあ、今回は泣いてましたね、キスクラで。180.45ですね。多分、キミリ・レポンドは、前回大会で、ちょっと、ジャンプの回転不足も多分結構取られたんですけど、今回は技術点が64点なんで、多分結構足りてるんじゃないかと思いますね、今回はね。だからまた、一つ、成長できたんじゃないかなっていう手応えがあったと思いますね。次、韓国どうしちゃったんだろう。ミーショー・キム選手、どうしちゃったんですかね。何かあったんだろう。悪夢が続きますね。彼女はね、まあ、ダブルアクセルがね、激しく転倒して、もうドッカーンって転倒しちゃって、で、しかも解説、ジャッジがいて、目の前でバーって転んでですね、しばらく立ち上がることできなかったんですよ。多分ね、彼女、一番最初のトリプルルッツのところが、まあ、ちょっと単独になったんですよね。まあ、そこで多分トリプルルッツ、トリプルトを狙ったんですけど、まあ、それがちょっと、変な感じの着氷になっちゃって、まあ、飛ぶことはできなかったんで、どっかでトリプルトを入れたかったんです。多分ここでトリプルトを入れたかったと思うんですけど、まあ、入れられずにバーンって転倒しちゃって、まあ、ちょっと起き上がれなかったんで、で、その次のダブルアクセルも転倒したんですよね。だから、ちょっとアクセルジャンプが今、かなり、なんか、ツボにはまってんのかっていうか、ツボっていうかな、なんか、かなりスランプなのかなっていう感じがあったんで、コレオシークエンスもなんか、おっとって転びそうになったんで、ちょっと大丈夫かちょっと思いましたね。怪我でもしてんのかって心配になっちゃいましたね。そう、だから、ちょっと悪夢だったかなっていう感じがあるんで、ただ、トリプルループは高さはあったし、トリプルフリップで転倒してるんですよね。結構、だからミスが多かったんじゃないか。スピンは良かったですけどね。まあ、そんな感じです。でも、ポテンシャルはやっぱ大きいかなと思うんで、まあ、ちょっと、ミスが多かったかなっていう感じですね。そう、フランスのロリーヌ・シールド良かったですね。彼女ね、本当良かった。フランスもそんなにやっぱ強い選手いなかったですよね。マイ・ベレニス・メイトとかいましたけど、ね、あれでしたし、昔はね、カービスっていう選手とかいたんですけど、そんなには強くなかったと思うんですよね。だから、まあ、結構フランスから面白い選手が出てきたかなっていう印象がありますね。まあ、トリプルはサルコウトウループですけど、まあでも、結構その、転ぶもんかってね、絶対決めてやるっていうね、なんかそういった気迫っていうのがあって、トリプルループ、ダブルトウ、ダブルループも、まあ、ぐにゃって、トリプルループがちょっとぐにゃってなったんですけど、それでもね、ダブルトウダブルループつけたんで、まあ、何度か持ってったって感じですよね。もうミスしないでなんぼだっていうね、感じの気迫が感じられましたね。179点なんで、キミリ・レポンドと1点差ですかね。そんな感じですね。でもこれから楽しみですよ。この、ロリーヌ・シルドっていう選手。フランスの希望ですね。さあ、ここからですね、終盤に入っていくんですが、中国のクサンギアン選手。この選手ね、結構僕注目してる選手なんですけど、まあ、ショートの時本当にスピンが上手くて、ジャンプもスポーティーだし、まあ、中国は李詩君以降のね、選手かなと思っていて、まあ、この選手、ポテンシャルが本当に高いと思いますね。ただまあ、ショートの時に、3回転3回転のジャンプをトリプルトウ、トリプルトウにしてるんですよね。だから、まあ、他の選手たちがルッツフリップとかで、三三を持ってきてる中で、まあ、ね、トリプルトウということなんで、まあ、もしかするとルッツフリップが苦手なんじゃないかなと思ってて、フリースケーティングを少し心配してましたけど、案の定トリプルルッツね、ちょっと手をつきましたね。だからもしかするとルッツフリップで苦手な感じがあったのかなって思ってたんですが、トリプルフリップは綺麗に決まっていたかなって思います。ただね、彼女ね、最後のトリプルサルコーでね、そこで失敗かよってね、もうこんなもう残念で、こんな感じね。もうこれうまくいけばねって思って、もうね、うわ、マジかってなってて、そう、そんな感じですね。
はい、まあ、結構リアクション激しいですね。変なリアクションいらないって感じですね。まあ、そんな感じで、でも本当にスピンがね、でもショートの方が良かったかな、スピンも。なんかちょっとトラベリングしちゃったんで、ちょっとスピンもいまいちだったかなっていう感じはするんですけどね。ショートの方が良かったです。ただまあ、後半トリプルサルコウ、トリプルトウとかね、ダブルアクセル、トリプルトウ、ダブルトウとか結構決まってきてたんで、まあ、そっからのね、サルコウ転倒だったんで、マジかよってなりましたけどね。まあでも、ポテンシャルは大きいと思いますので、楽しみですね。はい。草薙、希望の星ですね。次。韓国の、チャイヨング・キム。よかった。もう見ててね、こっちが怖くなってくるっていうね、本当に。このチャイヨング・キムはまずね、花丸が3つ続くわけですよね。ここですね。これか。トリプルトゥ、トリプルトウ、トリプルループ、トリプルサルコウ。ダブルアクセル、ともに全部花丸で、もうこの選手は恐ろしいですね、見てるとね。曲は、まあ、ポエタの曲を使ってましたね。ちなみに、草薙凉っていう選手は、さっき、小鈴に捧げる歌を使ってましたけどね。チャイヨングキムは、ポエタを使ってましたね。衣装は可愛い感じで、良かったかなと思います。スピンが、今回に関しては、チャイヨングキムはスピン、本当に良かったですね。まあ良かったんですが、ただ後半のトリプルフリップ、ダブルアクセルのところでちょっと変な感じの着氷をしていたんで、まあ、そこで多分減点があったかなっていう感じがしますね。あとコレオシークエンスのところも難しいことをやろうとしすぎてですね、ちょっとこうなんか精彩変えたかなっていう感じがあったんですよね。だからもしかすると、まあ、彼女も本人もキス&クライであんまり満足そうではなかったんですよね。満足な感じではなかったって書いてますけど。はい。だから、まあ、得点は194点で、結局どう取るんですけど、5点で。だけどまあ、やっぱり彼女はやっぱトップの方、1位とか、まあ、もっともっと上を目指したいっていうのがあると思うんで、まあ、そこでちょっと悔しかったのかなっていう、自分の力が全て発揮できなかったかなって思うんですけど、ちょっと肝が据わってますね。鬼門の座り方が怖い感じはするんで、チャイヨングキムはちょっと僕は怖いかなと思いますよね。はい。まあ、今後も楽しみに見ていきたいと思います。はい。ではね、こっから話しちゃうんですけどね。もう、島田麻央選手、はい、話していきます。いやー、ちょっと、どうしましょうっていう感じですよ。いやー、もう本当素晴らしかったですね。トリプルアクセルと4回転トーループ実装おめでとうございます。いやー、本当にかっこよかったね。まあ、最初ね、始まる時の音楽の感じが、なんかね、トゥルートゥルートゥルートゥルって笑顔な感じでこういう感じなんですよね。こんな感じで。なんか、そのね、非常になんか僕、中毒性がある曲だなと思ってて、まあ、本当にその魅力的な感じのプログラムですね、演じるんですけど、まあ、トリプルアクセル、最初お客さんね、うわーってなってて、まあ、前回よりも、もしくはちょっと精細変えたかなって感じはしたんですけど、いや、でもそれでも良かったと思いますよ。まあ、前回の大会は4回転トーループをミスしてたんで、まあ、このやっぱトリプルアクセルと4回転トーを2つ実装するっていうことがやっぱり肝心なんですよね。だからそれを今回できたっていうことなんで、非常に良かったですよね。で、スピンとかも素晴らしかったし、それ以外のジャンプもね、まあ難なく決めてきたんで、彼女の強さっていうのは、まあ、他のジャンプはもう難なく決めることができるっていう強さですよね。だからそれをちゃんとできた上で、その4回転とかやってるわけなんで、まあ、本当その地盤がしっかりしてるんですよね、基礎がね。そこがやっぱもう失神の域に突入ってね、もう書いてますね。もう気持ちがもうギャーってなって。まあ、しかも、まあ、失神の域に突入ですよね、本当ね。いやー、そのハートマークもつけちゃったりして。まあ、こんな感じでこうメモってますけどね。ロシアに勝てるんじゃないかって思いますね。まあ、ロシアとは勝負はできませんけど、でもロシアと戦ってもいけるんじゃないかなってちょっと感じしちゃいますね、僕ね。なんで、まあ、結構、なんていうのかな。神ですね。はい。以上っていう感じなんですよ。で、得点がね、85.45技術点持ってきてますね。85点ですね。まあ、これもすごいです。で、プログラムコマンドは63.42なんです。はい。まあ、そんな感じでしたね。は
まあ、ショートがね、70点超えなかったんで、まあ、それはちょっと課題になってくるかなと思いますけど、まあ、いや、すごかったですね。どこまで行っちゃうんだろうっていう感じはしますね。まあ、そんな中ですね、ショートトップに立った千葉百音選手のプレッシャーは半端なかったと思いますよ。まあ、彼女はね、とにかく昨シーズン、今回ね、曲も「バタフライ・ラバーズ」っていう曲で、昨シーズンのフリーと同じ曲を使ってるんですけど、まあ、昨シーズンの一番最後のプログラム、試合で、まあ、彼女は後半の方をミスしてるんですよ。で、しかも結構激しい転倒、まあ、トリプルサルコーから転倒しちゃって、まあ、次のトリプルルッツもダブルアクセルトリプルトーミスしちゃったのかなと思うんですよね。だから結構ミスしてしまってたんで、まあ、僕心配して見ていたんですよね。で、しかも今回最終グループで、で、彼女は練習では4回転トーループとか千葉選手ね、やっていたんで、もしかしたら最初のジャンプ4回転トーやってくるんじゃないかなって思っていたんですが、まあ、今回はトリプルルッツ、トリプルトーループにしましたね。で、ダブルアクセル、トリプルサルコーっていう感じでやってきます。でも少し緊張してるかなっていう感じは受けましたけど、まあでも比較的落ち着いていたかなっていう感じはしましたよね。まあ、彼女はね、とにかくジャンプの姿勢が、ショートの時も言いましたが、非常に美しい。もう本当ね、僕の姿勢きれいじゃありません。こういうね、なんで背中がね、もうこういう感じ、このまま、このままこんな風になるんだから、こうやってなったりとか、こういう風になりすぎたりとか、うわーとかね、こうやってやったりとかしないで、このままこう、うってなって、もうこういう感じですよね。だから、まあこういう軌道で言ったら、もう、ドゥー、ドゥーって感じ、こう、ドゥー、ドゥーじゃない、ドゥー、ドゥーってもう一定なんですよね。だから、そういうところが、まあ、持ち味、やっぱ大きいですよね。ただ4回転とかトリはやってなかったっていう感じはありますけど、それでも素晴らしかったと思いますよ。まあ、やっぱ優勝とか、ね、メダルのかかったプレッシャーとかもかかってくるし、昨シーズン辛い思いもあったんで、まあ、ちょっとこのプログラムはちょっとトラウマになってないかなって思ったんですよね。でもしっかり決めてきてね、よかったですよね。だから本当によかったと思います。最後トリプルルッツ、ダブルトーダブルループの3連続もよかったし、綺麗に決めることができたんで、まあ、かなり彼女としても、満足だったんじゃないかなと思う。で、今回は全てやった要素が緑色だったんで、多分全て加点がつくような感じだったと思いますよね。で、テクニカルエレメンツは71.98で、PCS が63.68なんです。で、この PCS だけ見ると、千葉百音選手の方が、島田選手よりも若干高いんですよね。島田選手が63.42だけど、千葉選手が63.68なんで若干高いんですよね。だから、まあ、PCS はやっぱり高く評価されてますよね。そんな感じでね。いやー、面白かったですね。でも本当、プレッシャーを乗り越えて千葉選手、まあ、銀取りました。もうキッスアンドクラウドは喜んでましたよね、彼女ですね。だから、まあ、そんな感じで、すごく日本選手、良かったんじゃないかと思うし、まあ、他にもたくさん楽しい選手がいて、僕は楽しくできたんで、まあでもな、それにしてもね、長い長い、ほんと長かったですね。いやー、でもね、面白かったんで、いいですね。ちょっとこれからもうぐっすり寝ていきたいと思います。いやー、皆さん楽しめましたかね。まあ、多分たくさん感想いただいていると思うんですけど、明日ちょっとコメント見てきますんで、ちょっとぐっすりちょっと僕これから眠りますね。やばいよ、今何時、今本当もう、朝になっちゃうよ、本当。真面目にやばい、寝ないとね。まあでも本当楽しすぎてね、まあそんな感じですけどね。まあフィギュアスケートは楽しい、やっぱり。もう助けてって感じぐらい楽しいですね。もう歌いながらね、もううわーって声上げたりね、もう喉を枯れるわね、頭打つわで、ほんと、うわーどうだね、うわーどうだね、いてみたいなのね、もうそんな感じでね、興奮するんで、僕はね。ね、もうね、だから楽しいですね。しかもなんかアイスダンスとかも最近ハマってるんですよ。だからもうやばいですよ。アイスダンスもペアもハマってるんで、ちょっとこのままハマりすぎたら、もう今シーズンね、もう本当終わる頃には失神してんじゃないかって思っちゃいますね。まだシュニアは始まってませんからね、ちゃんとね。あ、ネーベルホルン杯とか始まってますけど、でも、まあ、これからグランプリシリーズですからね、生きていけるのかちょっと心配です、なんかね。まあ、しかもジャパンオープンもこれから始まるんで、いや、ちょっと本当、鳥肌立ってきました、急にね。まあ、それくらい楽しみですね。
いやー、オリンピック終わったばかりだから、ちょっとしばらくね、ああ、落ち着くかと思いきやね、話題が次から次へ出てきて、もうジェットコースター、もう本当に、もう大変ですね。なんで、大変ですけど、もう楽しんでいいかなと思いますけどね。体調は崩さないようにっていう感じですけど、いや、本当、もう羽生くんのね、プロのね、プロも、なんだ、一人だけのアイスショーもありますし、これから宇野くんもジャパンオープン来ますし、もうやばいじゃないですか、本当。もう皆さん大丈夫ですか？しかも東京大会もあるんだ、やばい。もう完全に狂いそうですね。東京大会ってあれ、YouTube で見れるんですか？ちょっとそこら辺わかんないんで、まあ明日以降ちょっと見てて、すみません、ちょっとぐっすりね、寝ていこうかなと僕は今思ってますので、これでね、終わりにしていきたいと思います。でも柴田さんも千葉さんもよかった。よかったね。でもね、他の選手も良かったんですよね。でももうこれでもう終わりにします、動画はね。もうとても楽しかったので、まだ見てない方はね、ぜひ、アーカイブ動画見てみると、いいと思いますよ。もちろんね、強い選手もそうですけど、そういった、まあ、いわゆる点数が低い人も、もう魅力はたっぷりあったんで、もう僕も今回、エジプトのね、花ダービーとにちょっと、ね、花選手にちょっとハマってますんでね、結構、まあ、そんな感じで、いろんな選手やっぱいるんで、やっぱフィギュアスケートは楽しいですね。そんな感じで、まあ、自分の、その、なんていうのかな、好きなように、楽しくやって、応援していけば、一番楽しめるんじゃないかなと思いますんで、まあ、そんな感じで終わりにしていきたいと思います。ではね、僕はこれから寝ていきたいと思いますので、明日以降、ちょっとね、たくさん多分コメントをいただいてると思うんですが、ちょっと最初寝ていくので、ちょっと時間かかっちゃうかもしれませんけど、後でちょっと、コメント読んでいきたいと思います。ではね、ありがとうございました。バイバーイ。